何を求めるのだ。己はいずれ狂い死ぬ定めだ。暗い時は行くのか。またやり直せばいい。猛虎の恐ろしさを知らんだろ。お前だって侍の恐ろしさを知らんだろ。あんた誰だ。息に知らん顔はないと思ったわ。旅の者だが島から出られずにおる。でしたらこちらへ。昔語りを聞かにはなりませんが、皆で手を取り合い、こたびも乗り越えよう。侍からどれほど苦しめられたか忘れたわけではあるまい。こたびは昔ほど甘くはないぞ。何を言う。これだから和光度はいかんのだ。では息に暗き日々を招いた侍の襲来を語ろう。その侍の名は酒井忠。とうとう一歳の昔、非常なる侍の群れが一気に襲い来た。頭の名は酒井忠。人斬りの酒井だ。
酒井の馬はおぞましき荒駒、主の心を映した真っ黒なる鎧をまとう。エタリ、一切りは随分な抜かりをいたした。己がせがれを伴ったのだ。我らはせがれを虜となした。血に飢えし山犬の父を釣り出すためだ。グローナル酒井は罠へと飛び入った。その荒駒も無残に死んで、人斬りとせがれのみただ生き残り逃げおった。卑怯者よ。虚偽を申すな。全てザレ事だ。俺は戦場谷の出、この目で始終見たんだよ。俺もだ。どういうことだ。我が名は酒井仁、酒井忠の嫡男。父は息を救おうとなされた。救う？人を殺してか。己らこそ恩をあだで返しおって。恩なんて感じじゃねえ。敵討ちのために生きに来たんだな。父上をまた恥ずかしめるならな。畜生め。やめとくれ。まるで犬の喧嘩だよ。敵討ちではない、助けに来たのだ。父上の馬鎧のことだが、あの日以来雪形知らず。だろうな。ありかを知りたい。大高族と戦うために使う。侍に教えるくらいなら死ぬ方がマシだ。お侍、もう出てってくれ。密かに聞くほかない。帰れ帰れ。侍のことを口にするな、サナ君は。ジロ、あの戦で俺は家族を6人も失った。それで語りの続きは。ああそうだったな。ここからがこの語りの肝なんだ。酒井は罠に落ちて荒駒を失った。息の者ども追い込めば、人斬りとせがれは戦場谷へと逃げ走る。酒井は足を引きつつ進み、伏兵どもに行き合った。そこで待ち受けたる兵は二武器刀の数人のみ。されどそれにて事足りた。ただ人たちが酒井忠の首級を奪った。侍どもは逃げ帰り、我らは酒井の馬から鎧を剥いだ。それからは息の高き馬に鎧を着せたが、いずれも乗り手を殺めたのだ。あたかも人斬りの怨念がたたるがごとくな。しかしてこれを飯田なる秋人へと売り渡した。馬鎧を積んだ船が沖へ出た時のことだ。急な大風が息を襲った。空に轟く雷鳴は時の声とも思われて、荒ぶる風が岸壁に飯田が船を吹き寄せて海の木図へ。その船はまだ船座の津にあるという。伊豆国か船の墓なる船座の津、酒井の馬の鎧やあらん。さても恐ろしき話だろう。馬鎧は船座の津にあるのか。おそらく初めの船にあるはず。飯田家の旗が印、色は金、いや赤か。
鎧を馬に着せれば、馬はただしのごとく生き血を欲し、己を殺すであろう。父上の馬鎧、風に合うとよいが。よく似合っておる。呪われていようと俺を落とすでないぞ。まるで父上の馬のようだ。流れ屋から守ってくれよ。大高族、野営が見つかったか。風、行くぞ。Get me back!
侍だ。ああ、なぜだ。その馬鎧、まさか。酒井忠の馬鎧、その祖父が受け継ぎ、呪いは消え失せた。あれほどの仕打ちを受けてなお助けてくれるとは。敵を見定めるがよい。かつて俺は弱きを助くよう教えを受けた。叔父の志村殿とお前の言う人斬りから。父子のことは決して許せねえ。だがその息子は情け深い立派な男のようだな。よもやこんなことを言う日が来るとは。ありがとうよ、酒井の息子。いい子だ、風。と揃えてますよ。買ってくださいね。厄介事は買い取りませんからね。戦の備えはいろいろあるぞ。
よく戦って戻ってこい。なんだその顔は。亡霊でも見たのかい。ゆうべ。なんとか今日も生き残る。あ、いいんじゃないか。体中傷だらけだ。いずれ見つかる。七という過ちの匂いを放っておるからな。
극장 한다 한. 그니까 요가 훌륭해요, 엑스노.